馬探求も楽しいって感じでできたのに、今回の君子は楽しいもあるけど割としゃなりってしてるから、初めてでちょっと難しかったです。自然体で尊重し嫌いじゃないけれど、顔のバラエティ感をめっちゃ出したんですけど、あのバラエティすぎなかったか心配で、でももっとバラエティすぎた方がおそ松さんにはちょうど良かったのかなとか思ってるんですけど、まあできてからのお楽しみ。あこれでいいのかな、あこれでいいのかな、あこれでいいのかなって思いながら出るんですけど、これでいいのだ、これでいいのだ。ありがとうございました。迷ったって本調子嫌味じゃないけれど、自信100で飛んでも正直倍あんだぜ。フラフラしてる君でよい、開幕戦力一発装填上で時待つばかり。そうさ大人になりたくて危ういは人任せ、ごめんね古典版3人で。ごめんねって素通り本音じゃないけれど、私はなんか自分でこれ入れたりとか、なんかあえてちょっとおたげにしてみたりとか、ちょっとお粗末要素を入れたりとか、なのでちょっとそこは考えてなんかやるよ。つみさん何かありました？とにかく笑顔でやろうで頑張ってたんですけど、うまくできたのかわかんないんですけど、受賞しました。今までのテクとか全力馬探求とかを見て研究したつもりなんですけど、やっぱりまだまだだったので、でもこれからダンスがあるので、ダンスの時は今の経験を生かしてもっと素晴らしいものをみんなと作り上げていきたいなと思います。やっぱなんかおそ松さんの曲なのでコミカルな笑顔ですかね。頑張ります。所詮だってそうじゃね、開けて6つアイソロジー。始まった途端にブワッてブワッてブワッてなんかすごい田崎さんどうでした今回の？私は、2回目っていうこともあったと思うんですけど、前回とは違って1人じゃなくて2人だったので、すごいもう全然楽しかったです。もう前回は本当にもう心細かったし、1人でなんか初めてだし、すごいもう不安要素がいっぱいだったんですけど、もう今回はもう決めトレもちゃんとしてきたので、良かったと思います。自信100で飛んでも正直倍あんだぜ。フラフラしてる君で良い、開幕戦力一発装填上で時待つばかり。緊張がお腹はいカットで緊張したねって言ってましたね。緊張しました？今まずだ、もう口がパサパサで、もう合ってるかなーっていう、2人でこう見合った時の安心感がすごい。なんか大きい、ニコじゃなくてヘラってしちゃって、ヘラってなってまた緊張してヘラって。初めて見た時にもうなんかこれおそ松のおそ松さんが着ている制服っていうかあのスーツをモチーフに作っていて、みんなでこれをこれが衣装ですって言われた時に、あこれおそ松のスーツですかって何人かがすぐに気づくぐらいの、もうみんなおそ松大好きなんで、ダンスシーン11人なんて大勢で踊るの初めてなんでね、とっても緊張しますが、銭湯の前だと思います。浜の湯
見た瞬間にサイエンス複合になってもらいます。うん。おーなんか、うーん。そしたら今日も朝行ったら白衣も準備してあるし、福岡さんメガネ持ってきてくださいって書いてあったし、メールに。